民側は、党大会などで、孫文の肖像画を掲げ、党の伝統的なシンボルとしている。中国国民党革命委員会は、中華人民共和国の中国共産党指導家の多党合作と政治協商性に参与する民主党派の一つ。略称は、民側。蒋介石率いる中国国民党独裁に反対する国民党の要求差派が中心になり、 総経営を名誉主席、李は当たるシーンを主席として、1948年1月、正式に設立。メンバーの中には、青産人民党や、中華民族革命同盟のメンバーのように、一度は国民党を脱退した者も,も含まれる。1948年5月、当時の民川、民連、富即は、中国共産党による、中国人民政治協商会議の開催に、 他の民主党派と共に応じて代表者を送り、臨時憲法となる中国人民政治協商会議共同綱領の採択や中央人民政府選挙に参加した。設立時の綱領では、連鎖、要強、扶助功能という第一次国境合作の理念を含め、革命的三民主義を掲げた。蒋介石率いる中国国民党を孫文の遺訓に背いたとして敵視していた。 なお、中華人民共和国成立時の中国国民党民主派には、中国国民党革命委員会のほかに、中国国民党民主促進会と三民主義、同志連合会があり、1949年11月に北京で開催された中国国民党左派、第二次代表会議で正式に合併した。民側は新中国の成立後に、革命的三民主義や、 新三民主義の方針を、焦点から削除しており、現在はこれらを掲げていない。民側は、台湾の中国国民党と関係のある人物、台湾の各界とつながりのある中層、上層の知識人の採用に力を入れている。代表的な例としては、民側中央主席であった、李渡るの子である李波陽、北平市市長であった、何資源の娘である、何露霊、 中華民国北洋政府代理大総統を務めた、兵国省の彦である、兵方氏などが挙げられる。現在の民美川は、チベットを除く中国大陸の30の省、自治区、市に、東支部を置く。中央は、中国国民党革命委員会中央委員会。現在の中央委員会主席は、万学省。党員数は、約13万人。 中央委員会には、組織部、宣伝部、連絡部、社会含務部、条件部の6部門、経済委員会、産農委員会、社会法制委員会、強化踏み絵隊委員会、人工資源環境委員会、祖国和平統一促進委員会、理論研究学習委員会、婦女青年工作委員会の8委員会が設置されている。新聞、団結法と雑誌、 団結を発行している。歌舞伎校に、中華中山文化交流協会、民川孫中山研究学会、民川中央会員、団結出版社、中国通りは経済開発指準サービスセンター等がある。主流ではないにせよ、国民党という名前であるため、人民、中国などでは民主党派についての説明があるときは、最初に紹介されている。ありがとうございます。